おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？かわいい。食べちゃいたいな。食べていい？いいよね。いただきまーす。やめろ。話してくれ。俺の名前はレン。森の近くにある小さな村に住んでいる一般人だ。そんな俺がなんでこんなことになっているのかというと、きっかけはほんの1時間ほど前に遡る。ブドウ酒とケーキと、よし、忘れ物はないな。1時間ほど前、俺は体調が優れないという祖母の見舞いのため祖母の家へやってきたのだが、ばあちゃん、お見舞いに来たぞ。って、あれ、いない。ん？うわっ！かわいいかわいい赤ずきんちゃん。やっと捕まえた。おいしそうな匂い。こいつ、狼！まずい、このままじゃ食われる。誰か助けてくれ！そうして、現在に至るというわけだ。そんなに暴れて叫んでも誰も来ないよ。ここは深い森の中。こんなところに住んでる物好きは君のおばあさんぐらいしかいないんだから。だいたいばあちゃんをどこへやったんだよ。もしかして食ったのか？ん？僕に人間を物理的に食べる趣味はないけど、君のおばあさんなら数分前にスキップしながらお散歩に出て行ったよ。散歩？ばあちゃんめちゃくちゃ元気じゃねえかよ。それならなんで俺は拘束されてるんだ。人間を食べる趣味はないんだろう。言ったでしょ、物理的に食べる趣味はないって。別の意味で食べるつもりはあるけど。俺の体操が危ない？話せ。お願いだから誰か助けてくれ。あら、今レンちゃんの声がしたような。ばあちゃん。ちゅ、残念、時間切れか。それじゃまた会おうね、レン。二度とごめんだ。結局祖母の体調は一晩したら回復したということだったので、夕食をご馳走になってから帰宅した。もうあの狼には会いたくないし、これからはできるだけ森に近づかないようにしよう。そう思ったのだが、ふぅ、いい天気、洗濯日和だな。レーンくん。この間の狼、なんでここに？レンに会いたくて来ちゃった。っていうか僕の名前狼じゃなくてイツキだよ。ちゃんと名前で呼んで。じゃないと今ここで食べちゃうかも。わかったよ、イツキ。なんだよ、狼のくせに優しい顔しやがって。いやいや、ほだされてたまるか。お洗濯僕も手伝うよ。一緒にやれば早く終わってお話しする時間ができるでしょ。それからいつきはことあるごとに会いに来たり。なんだ、ずいぶん寝苦しいような。あ、な何しとんじゃお前。気づかれちゃった。月を見て呼ばいしようとしたり、追い返そうにも言うことを聞かないし、仕方なく相手をしているうちに自然といつきと過ごす時間が増えていった。ねえねえレン、今日はどこ行くの？隣町にお使いだ。ふーん。あ、ねえ、ちょっとだけ寄り道していこうよ。え、あー、ちょ、おい。あ、あー。綺麗でしょ？ここ、
僕のお気に入りスポットなんだ。気に入ってくれた？まあ花に罪はないからな。素直じゃないな。あ、ちょっと待っててね。何してんだ？かわいい。似合ってるよ、レン。うるさい。目、そらさないで。もっとちゃんと顔見せて。なあ、お前、なんでこんな俺に構うんだよ。なんでって、レンのことが好きだからだよ。だから、その理由を聞いてるんだっての。理由か。まあ、簡単に言えば、一目惚れかな。この間、おばあさんの家に行く君の姿を見たときに、なんとなく本能で、君とお近づきになりたいって思ったんだ。運命ってやつなのかもね。運命って、なんだそのこっぱずかしい言い方。バカじゃねえの。何よ。レンが可愛かったから、つい。ね、もう一回していい？ダメに決まってんだろ、離れろ。レン顔真っ赤。うるせえよ、そろそろ行くぞ。はーい。なんだかんだ一緒にいさせてくれるんだから、本当に優しいな、レンは。そうしていつきと一緒にいることがいつしか当たり前になった頃、ぱったりと彼が姿を現さなくなった。あいつ最近見なくなったな。ついに諦めたのか。ああ、せいせいした。最初はそう思っていたけれど、あいつの顔を見ない日が何日も続くと、俺はだんだんと不安になってしまって。今日も来ない。いつきのやつ、もしかして熊にでも襲われたか。それとも、何か病気になって動けないとか。イツキ、おい、イツキ、どこにいるんだよ。こんだけ探してもいないなんて。くそ、いつもは呼んでなくても来るくせに、いざ探したら見つからないってどういうことだよ。今の声、イツキ。レン、どうしてここに？お前を探しに来たに決まってんだろ。っていうか、どうしたんだよこの傷は。実は数日前からずっと村の漁師に狙われていてね。毎日逃げるだけで精一杯で、なかなか会いに行けなかったんだ。寂しい思いさせてごめんね、レン。そんなことが。おい、その狼をそちらへよこせ。今すぐ俺が駆除してやる。どうした？さっさとそこをどけ。弾が当たったら危ないだろう。嫌だ。何？頼む、こいつを駆除しないでくれ。こいつは悪い奴じゃないんだ。レン？確かに、お調子者だし。暇さえあれば体を触ろうとしてくるし、すぐ抱きついてくるし、キスしたりするけど、でも俺にとっては大事なやつなんだ。もうイツキがいない生活なんて考えられないんだ。レン、僕のことそんな風に思ってくれてたの？だからお願いします。こいつのこと見逃してやってくれ。なんだ、それならそうと早く言ってくれよ。ここ数日、ずっとその狼につきまとわれていただろう。迷惑してるみたいだったから、助けてやろうと思ったんだ。でも、違ったんだな。まったく、紛らわしいことするんじゃねえよ。とりあえず、助かった、のかな。ああ、最初は村に狼が来ていることをよく思っていない人もいたが、お前はレンにまとわりつく以外は何も悪さをするわけでもないし、レンが困ってないって言うなら駆除する理由はねえよ。
ちゃんと事情も聞かず、今まで散々追いかけ回して悪かったな。よかった。ずいぶん怪我させちまったな。村に戻って薬と包帯を持ってくるから、ちょっと待ってろ。ふぅ、駆除されずに済んでよかったよ。いつき、ごめんな。俺が紛らわしい態度を取ったから。元はといえば、僕が絡んだのが原因なんだし、蓮は悪くないよ。僕のこと、かばってくれてありがとう。もう嫌がらないの？意地悪なこと言うなよ。俺の気持ちなんてとっくにわかってるだろう。まあね。でも、蓮の口からちゃんと聞きたいな。僕は蓮のことが大好きだよ。蓮は？俺も、いつきのことが好きだ。これからも一緒にいさせてね、蓮。ああ。ところで、これで僕たち両思いだよね。え？ああ、そうだなって。両思いなら、蓮のこと食べてもいいよね。いただきまーす。やめ。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。